よ、いきますよ、せーの、よいしょ。さあ、ぴったり巻いて、こちらで完成です。お待たせしました。ありがとうございます。Thank you.
分解の作業終わりましたので、お次の作業やっていきます。さあ、お次、飴に空気入れます。後ろのフックにかけて、稲に伸ばします。この大きなフックに持ってます。じゃあ、飴に空気入れて、飴に空気入れて、ありがとう。雰囲気変わっていきます。
今日は T を3個で使います。
ができましたら。A ができましたよ。できたところです。はい、じゃあもう一つできてます。こっち向きですね。ちょっと見づらいんですが、よろしければご覧ください。どうでしょう。Thank you.
感じにできてます、はい、完成したらお味にお出ししますので、ぜひぜひ今日の答え合わせもしてください。さあ最後はしましまの板巻いたらもう完成です。では完成までの間にハサミで空気抜きをしていきます。こうやって空気抜きしっかりしておくと伸ばした時に割れづらい美味しいキャンディーに仕上がります。
ね、しましまが増えたので全部つなげて1枚の板にしていきます。いらっしゃいませ。さあ、しましまができましたよ。はい、巻いたら完成です。じゃあ巻きますよ、いきますよ、せーの、よいしょ。さあ、ぴったり巻いて、こちらで完成です。お待たせしました。ありがとうございます。ぴったりでしたね。はい、ありがとうございます。さあ、完成したこのキャンディーで何キロぐらいあるか重さ想像つきますか？かなり重たいです。わかる人、はい、10キロ、大正解です。一発ですね。さあ、大体10キロぐらいあります。今度はこの10キロキャンディーを機械使わずにですね、全部手作業で細く伸ばします。ちょっと説明が難しいので、ぜひ伸ばすところを見ていってください。今ですね、仕上げの空気抜きをやってますので、この仕上げの作業終わったら細くしていきます。お味見までもう少しなので、ぜひ食べてってください。
それではここで切ります。切ります。いきますよ。